ジョン・グリシャムはアメリカの小説家、アーカンソー州の建設労働者の息子として生まれる。父が季節労働者であったため、引っ越しを繰り返した後、12歳の時にミシシッピ州に落ち着く。両親は正式な教育をあまり受けてなかったが、母が教育熱心だった。高校時代はサウスヘイブンハイスクールのフットボールチームのクォーターバックを務めた。 当時読んだジョン・スタインベックの文章に強く影響を受けている。10代からアルバイトを始めるが、低賃金に嫌気がさし、17歳の時に父の知り合いの紹介で高速道路のアスファルト州全員の仕事を始める。仕事帰りの酒場で同僚たちの喧嘩から銃撃騒ぎとなり、これをきっかけに将来のため真剣に進学を考えるようになる。 ショッピングモールで販売員として働きながら、地元のコミュニティカレッジに通い始めたが、専攻を決めかね、大学を3回変える。最初は幼い頃からの夢だった、野球選手を目指したが断念し、ミシシッピ州立大学で会計学を学ぶ。この頃つけ始めた日誌が、やがて後の創作活動の助けになる。1977年卒業後、 ミシシッピ大学ロースクールに進学する。当初は税法専攻だったが、次第に刑法や刑事訴訟法に興味が移る。1981年に結婚する。1983年に卒業後、サウスヘイブンに戻り、小さな弁護士事務所を開業、刑事事件などを中心に10年間のキャリアを積む。個人経営の弁護士は貧しい人たちの公費。 弁護人になることが多く、それを通してその後の小説のネタとなる事件を多く経験する。1983年から1990年までの間、ミシシッピ州議会議員としても活動する。その間に裁判や訴訟に関連した小説を書き始め、その多くが映画化されてヒットする。2006年にはノンフィクションを初めて刊行した。百八十四年、 12歳の少女のレイプ事件の裁判をたまたま傍聴する。陪審員が皆涙するような悲惨な事件で犯人を銃殺してやりたいと思うほどだった。そこから余暇を利用し、もし少女の父親がレイプ犯を殺したらという想定で捜索活動を開始する。3年をかけ、氷結の時を完成する。 だが28社に上る出版社に断られ、最終的に出版できたのは、翌1988年、初版5000部だった。氷結の時を書き上げると、すぐに自作、法律事務所に取り掛かった。これが150万部の大ヒットとなり、映画化され、一気にスター作家として注目を浴びた。それ以来、年に最低一作は書き続け、多くは、 ベストセラーになっている。1994年から2000年まで全米一位のベストセラー作家を続けるという偉業も達成した。2005年、2008年、2011年にも著作が全米一位のベストセラーとなっている。1990年代半ばにバージニア州へ移り住む。野球場が全くない山がちな土地柄だったが野球選手死亡だったクリシャムは 息子たち少年野球団のために日本円で数十億円に相当すると言われる資材を投じ、コーブクリークパークという野球場を建設した。リトルリーグのための野球場としては全米一とも言われる場所になっている。また、アメリカ南部文学の発展を願い、ミシシッピ大学英文学部の奨学金プログラムや文芸士などへの資金援助も続けている。2008年からは、 ノースカロライナ州、チャペルヒルで妻と二人の娘と共に暮らし、日曜日には地元の教会の日曜学校で教えている。グリシャムは自身の弁護士経験を活かして、リーガルサスペンスを数多く執筆している。その一方で、アメリカンフットボールを題材にした奇跡のタッチダウン、報酬はピッツァとワインでおはじめとする多分野における執筆活動も盛んに行っている。 日本語訳は、岩崎書店から刊行されている。ジョングリシアム、ボックスヤーズ、ブリフス＆ブックス。ザ・ニューヨーク・タイムズ。https://www.nytism m e。com。スラッシュ二零一零。スラッシュ零九。スラッシュ零六。スラッシュオピニオン。スラッシュ零六。grisham。html。二零二一年二月七日閲覧。 週刊ポスト2009年8月28日号、小国、あやこ、日本は、ちゃ、ちゃ、モンスター、野球オヤジ参照、ザックエフロンツースターインジョングリシアムスリラー、ザ・アソシエイト、2014年4月4日閲覧、ありがとうございます。